ます。これステッカー。これはね、洋飯です。洋飯。とても綺麗な店です。飯はちょっと後にしてね。俺の友達がね、店を出したんでね。店に顔出していきたいと思います。この前ジョージさんが紹介した店なんですけどね、エッソっていう人間がね店やりまして、とてもジャンキーな悪いやつだったんですけど、真面目に仕事してます今。これがエッソのオートバイ。真面目に働いてます。ありがとう。ウェブカースマッシュマイ。クロちゃん、クロちゃん、はい、これあ、ありがとうございます。こんな面白いことやってるぞ。クロちゃんさ、予定どうなってんの今日？今日は夕方ぐらいまで仕事して、ここで仕事するんだ。うん、じゃあまた今度あれだね。それとあのあれどうしよう、サウナの場所、ああ店で送ってもらえばいいか。全然送れます。ここからだと、うん、じゃあ今日は忙しいだからまた今度ね。あれ送っといて。あ、OK。 クロちゃんでも送っとく。え、クロちゃんちの場所も送っとくか、それとも後にするか。ああ、両方送って大丈夫です。じゃああれ、俺のラインに。間に合った。クロちゃん真っ黒だよ。真っ黒っすね。ずっと脱いでますね。あ、俺とお揃いの向かい流。俺と一緒。向かい流。あ、向かい流。じゃあラインに来て送っといて。何時から飯なの？ここは。何時から？大体6時前後。6時？6時くらいから。ハムがオープン、あれ？あ、ショップオープン。オープン。Name. オープン。はい。はい。I'm open. About up to me first. Okay. Can come all the time.オッケー、明日だな。明日だ。うん。レオ君の家に遊びに来ました。はい。おめでとうございます。すごくお金持ちです。いや、それがないです。ベッドルームに。応接間ですね。応接間に表を出ると、もう目の前がプール。プールはね、ここから開いて出れます。これいいですね、1回出てすぐプール。向こうに滑り台もありますね。滑り台、プール。あ、これカードキーが必要なの。あ、映っちゃってて中が映んないね。見えるかな。ジムになってます。プールがあってね、ジムでトレーニングして、汗をかいて、サウナで汗をかいて、またプールに入ってね、部屋に戻れるというとてもいい、部屋に住んでます。じゃあ自分はちょっとね、ちょっとプールで遊ばせてもらいます。それでは
はい、プールに来ました。深さはね、俺の肩ぐらい、って言うと150センチ、150ぐらいの深さですね。出るとシャワー、これ外シャワーですね。外シャワーにスパ、サウナがあります。ストリームルームとね、サウナルーム、サウナルームがあります。水でも、とてもいい場所です。レオ君はね、友達いっぱいいる方が好きだって言ってたんでね、今度ベランダにソファーを買って友達をたくさん招きたいらしいです。自分もたくさん遊び行きます。それでは。